塚が大好きで、これも入れてます。一軍のリップたちをいくつかいつも入れてます。閉まらないお財布です。めっちゃ軽いです。だいぶ夏ですね。今日は私のバッグの中身を紹介します。普段こっちを使っているんですけど、今日はコーディネートに合わせてこっちの緑のバッグにしてきました。でこっちは、香港に行った時に彼のご両親に、結婚祝いで買っていただいた思い出のバッグです。こっちは私のお誕生日に大親友が買ってくれたバッグです。じゃあ中身を紹介していきたいと思います。いつも使ってる手帳です。携帯でスケジュールも入れてるんですけど、お仕事の予定とか分かりやすくこの紙の手帳に入れてます。宝塚が大好きで、これも入れてます。写真も入れてます。こういう癒しのやつがいいなと思ってて、ちょっと見つけた瞬間にこれにしました。ピンクで可愛いかなと思って、はい。サングラスです。サングラスはこんな感じ。めっちゃ軽いです。だいぶ夏ですね。絵が夏ですね。こんな感じです。あと鍵です。くまさんの腕が取れました。いつも入れてるマヌカハニーののど飴なんですけど、結構カラオケに行ったりとか歌がすごい好きなので、この前ちょっと曲もリリースしたんですけども、その時から使ってます。一軍のリップたちをいくつかいつも入れてます。厳選して今回は3個リップです。今日は結構夏っぽいっていうか感じで、メイクもオレンジっぽい感じにしたので、このアンジールさんのオレンジのリップと、あとは普段使ってる保湿もできるボルドーのニベアも使ってます。予備で RMK さんのちょっとボルドーっぽいリップにしてます。であとは DH さんのリップクリーム、これ本当に10年以上使ってます。あ、ボルドー買いがちなんですよね。映えるというか、いつも買っちゃってます。でリップティックのサンプルでよくあるようなちっちゃい香水です。香水もいつも持ち歩いてます。ドソンです。いつもドソン使ってます。で最後化粧直しの時に使ってる、あと鏡メイクする時に使ってます。そうクッションファンデです。クレドポーさんのクッションファンデで終わりです。で、普段これは結構厳選してて、少なめの荷物なんですけど、結構いつも多くなっちゃっていて、その中にメガネですね。最近目がめちゃくちゃ悪くて土入りのメガネをかけてます。あとはすいません、ぐちゃぐちゃです。いつも充電なくなっちゃうので、充電器と閉まらないお財布です。なんかカードとか保険証とかそういうのを入れてるんですけど、普段あんまり使わないので、病院に行く時とかそういう時に持ってってます。あ、すいません、ちょっと今厄年で、それちょっと行ってきた時に、なんかこれつけた方がいいって言われたので、ちょっとつけてます。恥ずかしい。であんまり普段お菓子食べないんですけど、なんかこの前友達に言われて買って、めっちゃ美味しかったので歯ごたえのあるグミ。最後化粧ポーチですね。この中にたくさん入ってるんですけど、リップとかアイラインとかを入れてます。アイラインやあとリップ、もうリップも結構入ってます。リップちょっといっぱい入ってるんで恥ずかしいんですけど、夏前髪がちょっとどっか行っちゃうので、あとはハイライトとかね、化粧直しですね、はい。普段この iPhone ケースのここにカードとかいろいろ入れてるので、お財布はあんま持ち歩かないんですけど、もうめちゃくちゃ便利で、 iPhone ケースがApple で普通に買ったんですけど、こう取り外しができるマグネットになってて、でこの中にたくさんなんかカードがなんかいっぱい入ってます。これが私のバッグの中身でした。7月17日に私のセカンドシングルになる、マイダーリンっていう曲をリリースしました。夏にすごいいいドライブソングになってますので、あるあるみたいな思える曲になってますので、ぜひドライブソングに聴いてください。
。